猪木新日本対ババ全日本15年にも及ぶリング外でのガチンコ構想猪木がババに負けを認めた瞬間とはこのチャンネルは毎週土曜午前10時に公開チャンネル登録高評価よろしくお願いします新日本プロレスは2024年3月6日に創立52周年を迎え 今年も例年通り大田区で旗揚げ記念日を開催した昨年の年末から1月にかけて柴田勝頼ウィル・オスプレイタマトンガそして岡田和知からの対談が続き社長になった棚橋氏は気苦労が絶えないかもしれない「新日本は昔から選手の離脱が定期的に起こっておりそしてその度乗り越えてきたという歴史がある」。 今回の選手たちの対談によって会社が大きく揺らぐことはあるまい新日本が現在の日本のプロレス界の名手であることは間違いないがでは2番手はどこかと言われたらどうだろうか答えはおそらくノアなのだろうしかしさまざまな意味で新日本とノアの差は極めて大きいと思われるそして 2番手として DDT や全日本プロレスを挙げる人はきっと少ないに違いないしかしかつて日本のプロレスといえばアントニオ猪木の新日本プロレスとジャイアント馬場の全日本プロレスだけだった一般の人で「新日本」や「全日本」という名前は知らないとしてもアントニオ猪木とジャイアント馬場を知らない人はほとんどいないそういう時代があった 馬場と猪木は二人とも日本プロレスにおいて1960年9月30日にデビューしただが日本プロレス時代の二人の扱いは馬場の方が猪木よりもはるかに上だった活躍できなかったとはいえ元読売巨人軍の投手であり2九9センチの巨体を誇る馬場に対し猪木は力道山がブラジルでたまたま見つけた名もなき少年に過ぎなかった 猪木は若い頃から5歳年上の馬場のことをライバル視していただが日本プロレス時代の彼らのシングルでの対戦成績は圧倒的なものだった16勝0敗すべて馬場の勝利である1966年3月馬場に対する猪木のライバル心を利用しようとするある人物が現れた豊登である 初の海外遠征で東京トムとして NWA 世界タッグ王座を獲得するなど一定の成果を上げた猪木は帰国途中のハワイで豊登から「日本プロレスに帰っても一生馬場の上には行けん」という言葉とともに新団体設立を持ちかけられるそして翌4月に猪木は豊登やマササトーラとともに東京プロレスを旗揚げしたところが 客入りの悪さや豊登堀の横領などによってわずか3ヶ月で東京プロレスは破産し猪木は67年5月に日本プロレスに復帰することとなった日本プロレス復帰後猪木は馬場とタッグを組み始めたこれを BI 法という IB 法ではない並び称されているように見えてもあくまでも馬場の方が先上だったのである BI4 はタッグチームとして十分に機能していたが後に馬場は猪木と組むと対戦相手よりも猪木の方を意識してしまった自分としては吉村道明と組む方が気が楽だったという趣旨の発言をしている猪木は69年5月にワールドリーグ戦で優勝し馬場の4連覇を阻止。 この頃から猪木は馬場への対戦を日本プロレスのコミッショナーに対してアピールするようになったがこれは時期尚早としてあっさりと却下された現代のプロレスしか知らない人たちにとっては全くピンとこない話だが力道山が木村雅彦たちと組んでシャープ兄弟と戦った黎明期以来日本のプロレスでは日本人同士の対戦はタブーだったのである。 71年12月、女優の倍賞美津子と結婚したばかりの猪木は日本プロレスを乗っ取ろうとしたいわゆるクーデター未遂事件の首謀者として日本プロレスから追放されたそして翌年7月には日本プロレスの腐敗に嫌気がさしていた馬場も自ら退社したそして72年猪木は3月6日に 大田区体育館で新日本プロレス馬場はその7ヶ月後の10月22日に日大講堂でそれぞれ旗揚げ戦を行ったそして日本プロレスを離れてそれぞれが自分の団体を設立したこの1972年から馬場と猪木のリング外での構想が始まったのである全日本が旗揚げした直後は 圧倒的に全日本の方が優勢だった全日本が初めから日本テレビをバックにつけて設立されたのに対し設立直後の新日本にはテレビ放送がなかったそして外国人招へルートについてもザ・ファンクスをはじめとする NWA ブルーのサンマルチノとの個人的な関係で 3WF など ババがアメリカの主要団体との強いつながりを持っていたのに対し、猪木にはアメリカで成功したとは言えないカールゴッチしかおらず、自前で外国人を育てていくしかなかった。しかし、新日本には旗揚げ一年後の七十三年三月に救世主が現れた。坂口誠二である。後に猪木が作った借金を返すべく、 新日本の社長として力を振るうことになる坂口だがこの時点で救世主といったのは坂口が日本プロレスから新日本へ移籍することをきっかけとして NET テレビが新日本の中継開始を決定したからである新日本のテレビ中継が始まったことで徐々に形勢は逆転し始めた30代に入ったばかりでレスラーとして全盛期を迎えていた猪木は NWF ヘビー級王座を軸としてタイガージェットシンやスタン・ハンセンらと数々の激闘を展開することで熱狂的な猪木信者を増やしていったそしてこの時期の猪木は雑誌や新聞を通じて馬場に対して執拗に対戦を迫っただが馬場はこの猪木の挑発を無視し続けたそしてそれによって馬場には 猪木が怖くて逃げているという負のイメージがつくことになった両団体の看板レスラー同士が戦ってどちらが勝つにせよ決着がついてしまえば負けた方は大きなダメージを受けてしまうそれが分かっていたから馬場は沈黙を続け猪木もそれを承知の上で挑発を続けていたのだそして仮に万一 ババが対戦要求を本当に受けるようなことがあれば、シュートを仕掛けるつもりだったのかもしれない。74年3月、猪木は国際プロレスのエースだったストロング小林との大物日本人対決を制した。これを受けて猪木こそ実力日本一という声がファンやマスコミから上がり始めると、 ついに猪木は馬場に対して内容証明付き公開挑戦状を送りつけたテレビ工業権、日時場所全て任せる立ちたまえ馬場君男らしく勝負を決しようではないかだがそれでも馬場は動かなかった猪木が全ての条件を譲歩しているにもかかわらず戦おうとしない馬場には 猪木から逃げているというイメージが完全に定着し猪木の策略は成功したかに思われたしかし馬場は猪木よりはるかに老怪である派手なアピールが好きでその結果他人を振り回しまくる猪木とは違い世間に対して大きなことや面白いことを言うわけではないが自分の味方になれば大事にするし自分の敵と見なせばじっくり痛めつける。 それが馬バ場バババの反撃が始まった記者会見を開いた馬場は12月に世界のトップレスラーを一堂に集めた空前のリーグ戦世界オープン選手権開催を発表し参加選手については広く門戸を開放し新日本国際のレスラーも当然対象となると他団体に対しても参戦を呼びかけたのである。 馬場は「俺と戦いたかったらオープン選手権に出てこい」と逆挑発を行ったのだしかしこの記者会見の2週間後猪木は正式に参戦拒否を表明した「全日本側から口頭でも書面で具体的な申し入れがないそれに年末の日程はすでに決まっており12月11日には蔵前でのビル・ロビンソン戦もある」 その理由を説明したがこの猪木の返答にファンは少なからず落胆した興行日程が決まっているのはわかるが馬場を倒す絶好の機会をなぜミスミス逃すのか猪木は本当に馬場と戦いたかったのかこのファンの反応こそ馬場が狙っていたものだった前年に猪木が馬場に公開挑戦状を送った時 猪木はババが本当に出ててくるとは思っっいなかった。それが分かっていてわざと送ったのであるそしてそれと全く同じことを今度は馬場がやったそして案の定猪木は出てこなかったこれによって多くのファンやマスコミは「猪木はこれまで散々馬場との対戦をアピールしていたのにいざその機会が来たら逃げた」という印象を抱くこととなった。 そしてこの世界オープン選手権はリーグ戦であったので馬場はもし仮に猪木が参戦したとしても自分と戦う前に潰してしまうつもりで当時の欧州最強レスラーの一人であるホースト・ホフマンやアマレスの実績を持つパットコーナーそしてガチンコでも強いと言われていたハリー・レイスやディック・マードックなどを参戦させていた。さらには 1973年にプロレスラーに転向したもののプロレスが下手で商品価値がとっくになくなっていた1964年東京五輪柔道無差別級金メダリストのアントン・ヘイシンクが参戦していたのもいざという時の猪木対策のたためだったと言われている結局この世界オープン選手権には国際からはラッシャー・木村グレート・草津 マイティ井上の3人が出場したが新日本からの参戦はなかった優勝は11点の馬場2位は10点同点でドリー・ファンク・ジュニアとアブドーラ・ザ・ブッチャーという結果に終わっているそしてこの世界オープン選手権の期間中馬場によるもう一つの猪木への攻撃があった12月11月日の、 力道山13回追工業である猪木がオープン選手権出場拒否を表明した1週間後今度は力道山未亡人の桃田恵子が会見を開き12月11日に日本武道館で力道山13回追前大試合開催を発表全日本新日本国際の各団体に参戦を呼びかけた。 しかしその日新日本は倉前国技館で NWF 世界ヘビー級選手権猪木対ビル・ロビンソン戦というビッグマッチがすでに決定していた新日本がこの力道山13回忌追善大試合に参戦できるはずはなかったこの大会は表向きは桃竹主催となっていたが 桃田恵子と息子の桃田義弘は全日本の役員もう一人の息子桃田光男は全日本の所属レスラーであるこの大会の実質は馬場が彼らと国際プロレスを抱き込んで猪木が出てこられないのは分かっていた上であえて新日本にも参戦を呼びかけたというものだったそして猪木がロビンソン戦を理由に参戦を辞退すると 桃竹は猪木に波紋を言い渡し今後力道山の弟子を名乗ることは許されないという声明を発表したすべては徹底的に猪木を封じ込めるための馬場の策略だったのであるしかし翌76年から新日本は6月のモハメド・アリ戦をはじめとする異種格闘技路線をスタートさせ人気・興行成績 テレビ視聴率などあらゆる面で全日本を上回るようになっていった猪木は70年代後半以降馬場への対戦要求をほとんどしなくなっていく75年の2度に及ぶ馬場の反撃に懲りたのと世界のモハメド・アリと対戦したことによって馬場との対戦に興味をなくしていったからだと考えられる唯一の例外は 1979年8月26日のプロレス夢のオールスター戦のメイン「ババイノキ対「ブッチャーシン」の終了直後イノキはマイクをつかみ「ババさん次にリングで会う時は戦う時だ」と対決をアピールババも「よしやろう」と応じ抱き合ったがこれは例によってイノキの暴走「しょうがないからババも応じてしまったが」 内心では呆れていたに違いあるまい70年代後半から80年代初頭にかけて新日本は好調を続けていたタイガーマスクのデビューは81年4月23日名勝負数え歌と言われた藤並辰己対長州力の第一戦は82年10月22日であるそして 当時の営業本部長だった新間久氏が「これはプロレスブームではない新日本プロレスブームだ」と言ったように新日本と全日本の差は大きく開きつつあった79年4月からは全日本プロレス中継がゴールデンタイムの土曜8時から土曜5時半に移行しているだが放っておけばそのまま潰れていたかもしれない全日本に対して「 新日本がちょっかいを出した81年5月新日本が全日本からアブドーラ・ザ・ブッチャーを引き抜いたのである現在の他団体時代にあっては団体間の移籍はそう珍しくもないが全日本と新日本と国際しかなかったこの頃引き抜きは業界のルールを破る一大事であったこれに怒った馬場はその2ヶ月後 新日本からタイガー・ジェット・シンを引き抜き返しここから両団体による泥沼の引き抜き合戦が始まった新日本はディック・マードックタイガー・戸口らを引き抜き全日本はチャボ・ゲレロ上田馬之助を引き抜き返すそして12月に全日本がシンと並ぶ新日本の外国人エースだったスタン・ハンセンの引き抜きに成功した時点で ついに新日本は降伏した。この時期の新日本は大ブームになっていたにもかかわらず外国人選手の引き抜きを繰り返すほどの資金はなかったすべてはアントン・ハイセルのせいである82年2月4日ハンセンと馬場の BWF ヘビー級王座戦が行われた当時の馬場は44歳ハンセンは32歳。 馬場はすでに全盛期を過ぎておりこの試合に負けたら引退するのではないかとファンやマスコミが心配していたこの試合は12分39秒両者反則で終わったが馬場は大方の心配をよそにハンセンと互角以上に戦い結果としてこの年のプロレス大賞の年間最高試合賞を受賞することとなったその3日後の2月7日 ホテルニューオータニで馬場猪木のトップ会談が行われ猪木が馬場へ直々に休戦を申し入れたことで引き抜き合戦は終わりを告げたこれは初めて新日本が全日本に負けを認めた瞬間だったのであるそして最後の全日本と新日本の戦いは84年の長州力ほかジャパンプロレス勢の全日本参戦だが これについては以前の動画で詳しくお話ししているので詳細は割愛するそして長州が新日本に戻った87年新日本と全日本の間で引き抜き防止協定が結ばれ15年に及ぶ両者の戦いは事実上の終焉を迎えた先にも述べたが馬場は老快な策士である。 60分時間切れに終わった猪木対ロビンソン戦は猪木のベストバウトの一つとしてよく知られた試合だがそのロビンソンは76年からは全日本に参戦するようになり馬場とも PWF ヘビー級王座戦で合計3回戦ったしかし初対決では2 1で負けているそしてその後のロビンソンは馬場ではなく 主にジャンボ鶴田のライバルとして85年の引退まで参戦を続けた馬場は猪木が60分かけて勝てなかった相手にあっさり勝ちその後は自分ではなく弟子ののライバルとしてあてあがったのだそしてもう一つ当時を知るファンがその名を聞くと途端に失笑してしまうララジャライオン馬場の唯一の一種格闘技戦の対戦相手である。 87年6月に行われたこの試合はプロレス史上に残る盆戦だがかつての猪木の一種格闘技路線を馬場がからかうためにやったという風にも見えなくもない結局新日本は全日本を潰すことができなかっただがそれでよかったのだろう昭和のプロレスは馬場全日本と 猪木新日本がガチンコで競い合ったことであれだけの盛り上がりを見せたのだ引き抜き防止協定が結ばれた翌88年新日本のワールドプロレスリングも土曜夕方に降格その後ゴールデンタイムのレギュラー放送にプロレスが返り咲いたことは一度もない新日本対全日本の終戦はそのまま